それじゃあ今日はここで、また明日ね。どうしたの？もうすぐ終電行っちゃうよ、早くしないと。帰りたくないの？俺も離れたくないけど今日はダメ。そんな可愛いこと言ったらダメだよ。本当に我慢できなくなっちゃうから。今日は優しい、真摯な彼氏でいさせて。